岡市亀山城に行こうとしています。今ね、大河ドラマ麒麟がくるをやっておりますがですね、本能寺の変にあたって重要なお城なんですね。明智光秀はその城を出てから本能寺に向かうわけですけども、さっき老の坂トンネルっていうのを通過したんですけど、はい、まさに光秀が通ったと言われる道で、今我々が通っている道が光秀が今通っている通った道、うん、はい、改めて車とかでこういう道を通るとですね、当時の行軍のとか大変やったんやろうなというのを思い浮かべるんですけど、多分夜のうちに亀山城を出て明け方までに信長を襲うまでにこの道をバーッとみんなで行くわけです。みんなでですよ、1万人ぐらいで。1万人を連れてった。ドラフト戦国 VTuber 明智光秀。 VTuber おんの知らんかった。麒麟が来る大河ドラマ館入り口亀岡2月14日。亀手作り甲冑な。手作り甲冑な。あ、作った人の名前か。こんなん作れんの、かっこいいねこれ。なんかこの実際の背丈、でもこんな低いか。はい、出てきました。どうでした。いやもうめっちゃ楽しかった。そうやね、なんかめっちゃ情報量欲しい、ね、情報量欲しい。まず何があったかって衣装ですね。衣装の説明とか、うん、もの、まあ、本物なんでしょうね、うん、本物か、ま、もしくは製品と書いてましたけど、キャラクターによってそうなんだっけ、花火のように誰やって松永久秀 は、まあ、最後ね、うん、爆発に関係した感じなんで、うんうん、花火の柄とか東庵先生は、うん、あの背中に月とウサギのね、うん、柄を背負ってるんですけど、そんなの普通に見てて気づかないところが出ましたね。そうですね。あとオープニング映像ヒストリーみたいな、あのメイキングね、メイキングね、オーケストラの様子とか、うん、太鼓和太鼓ね、林英哲さん、僕らカバーして結構再生回数いただいてますけど、うん、いろんな方見ていただいてますけど、うん、ね、ちょっとそのいい勉強になりましたね、うん、またリベンジしたいと、うんうん、時代交渉、あ、時代交渉、風俗交渉面白かったよね、はい、座り方、座り、うん、鎧の甲冑の話とかね、うん、なりきり撮っていいところがあった、うん、ちょっとなりきりっていうこと、顔はめデジタルでしたね。その様子はこちらです。なれるんです。なにこれ、なにこれ、なるほど、甲冑、どこどこ、そこ、お、そこはでかすぎへん。写真まっすぐ撮って、いい記念になりましたね。で、要所要所撮影していいゾーンがあって、三日殿下のシーンとか、ね、ちょっと酒井君による解説でなりました。こんな感じです。三日殿下の奇跡、亀山城に入る、はい、あ、お祈りしてんの。ここで有名なのは、はい、めっちゃ大凶が2連続ぐらい出るんですけど、3回目に大吉が出て OK いけるみたいにして、でこれ殿下界が有名な、時は今雨がしたしるさつきかなっていう、はいはい、めっちゃ有名な、あ、時は今ね、はい、で出陣して中国方面に行くと見せかけて敵は本能寺、はい、次がどこに行ったの。なんか違うことしてる。大津行ったん、うん、坂本城は地元ですね、はいはい、で安土城、信長の本拠地行ったり、上洛して、おらが忙しいな。で天皇山崎戦いですね、はい、秀吉と天下分け目で、これ何やってたんだ。いやいや、知仲間、仲間倒したから次は俺についてこいよっていう根回しとか、ああそうか、何もしてなかったわけじゃない、うん、でもそうしてるうちに秀吉がめちゃくちゃ速いスピードで帰ってきたから、うまいこといかなかった。なるほど、分かりやすい。最後のさ、うん、結末予想、なぜ裏切ったかみたいな説、めっちゃ面白かったですね。で4つ、4択に分かれて、朝廷黒幕説、将軍黒幕説、うん、突発説で突発、怨恨説、そうを投票して、そう、来た人に投票してもらうっていうのがあって、うん、結末ね、結末っていうか何て言うんでしょう、うんうん、何が原因でしょう。で今投票は怨恨説、怨恨が多かったよね、うん、まあ、一番オーソドックス、うん、オーソドックス
なんか恨みでね、だんだん恨みが積もり積もりですね、でもさ、あんだけ仲良いね人たちに裏切られるんだからね、人生何があるか分かんない。これ2月末まで、放送が終わるまでやってるってことですね。じゃあお越しください、はい、ということでね、さあ明智光秀公、ちなみに55歳で亡くなってますので、55歳です。大河ドラマ館にもねレプリカはあったんですよ、うん、これが本物ですね。本物ですね。おじいちゃん、新しくないですか、これおかしくないですか。ほんま綺麗な、あ去年建ったばっか。あ去年建てたのこれ、はい、キリンが来るに合わせて、はい、でどうでしたか。いやー本当にね、結構観光ね、あのいろいろできそうですよね。まだ全然トロッコとか、あそうだ、大川下りとか、いろいろ、そうそうそう、今回はすっ飛ばしてきてますけども。いや僕でもさ、そのすぐそこの大学に通ってたけど、ここに来たことが初めてだったんで、うんうん、まあ今ちょっと行ってなかったけど、後ろが上司、はい、亀山城、亀山城あと、はい、あとですので、またね、うん、機会があればね、明智光秀ダジャレで締めましょうか。何何、信長を裏切った原因なんですけど、はい、あの4つ信長が饅頭持ってきて、うん、光秀これやるわって1つしかくれなかった。つまりあケチ三つひでーって言ってたらしいですわ。はい、はい、OK、終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら、バイバイ、はい。誰ですかこれ。斉藤道さん。変なの。